皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。今日おすすめするのは笠井清煉獄の時、文藝春秋です。これ私読みまして、衝撃を受けました。笠井清さんもベテランの作家ですが、私、正直に言うと初めて読みました。以前クリスティのアクロイド殺人事件の解説、新訳の解説、笠井清さん書いてらして、驚いたんですね。こういう読みがあったのかと。アクロイドをめぐっては、昔からいろいろ議論がございますが、それをね、ズバッと、こういうことなんだっていうことをね、こう読み当てていて、びっくりしました。その時から気になっていたので、ちょうど新刊が出て読んだんですが、またびっくりしました。これはシリーズで8作目かな、そうなんで、ちょっとこれで衝撃を受けちゃったんで、初めのバイバイエンジェルから読み直さなきゃいけないかなと思って、また課題図書が増えてしまったという嬉しい悩みもあるんですが、こう純粋にミステリーとして面白かったということもあり、あるいはこれだけね、この二段組でこんなに長いものの中に、一つは青春小説のような要素もあり、とても楽しめたんですが、一番びっくりしたのは、このヨーロッパのですね、思想について書かれていて、現象学もそうですけども、それ以前のっていうか、マルクスの思想だとか、当時の、戦争、第二次世界大戦の時の、ドイツとフランスとの関係だとか、本当に、特に中盤はその政情と思想と、またその中でこう右往左往する人たちの様子が克明に描かれていて、小説って、何を書いてもいいんだっていうことは知ってはいましたが、こんなに何て言うかな、自分の考えていることをこう盛り込んで、詰め込んで、そしてその混沌を丸ごと描いてしまうっていう、本当にちょっとドストエフスキーを思い浮かせるような大変密度の濃い小説でした。けれどですね、最初から最後までこう引っ張ってる謎があるので、どうしてもその謎をこう知りたくなるんですね。ということで、先を読まずにはいられないと。もちろんね、ちょっとこう一晩で読めるような分量ではございませんが、その謎の時の興味に引っ張られて、読んでいくうちに、いろんなことを考えさせられるという、大きな作品でした。なので、個人的には書くっていうことは、こんなにも自由なんだと。遠慮せずに書いていいんだっていう、そういうメッセージも勝手に受け取りました。ということで、そしてね、これだけのものを出すってことはね、やっぱり
読者を信じるっていうことに他ならないわけですよね。これだけのものをどうぞ、お読みくださいとこう差し出す勇気って言いますかね。本当にいろんな意味で、衝撃を受け勉強になり、そして楽しめましたということでね、僕の近年の読書体験の中ではなんだかこう結構衝撃的なものでした。矢吹かけるシリーズちょっと読んでいきたいなと思いました。ということで、今日お勧めした笠井清煉獄の時、文藝春秋は、衝撃を受けたいあなたのための本です。それでは皆さんごきげんよう。本のすすめ、横松慎平でした。近いうちにちょっと2022年を振り返りスペシャルやりたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ごきげんよう。